ゴールデンウィークはブラウブリッツ秋田を応援しよう。せーの、キックオフ秋田スタート。こんにちは、 AB 新人アナウンサーの金井哲馬です。まずは明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田の試合を振り返ります。吉田監督が会見で語ったこととは。ブラウブリッツ秋田は5位リファーレン長崎とアウェーで上位同士の対決。試合は開始早々の2分、長崎にペナルティーエリア内に侵入されると一度はブロックしたボールを押し込まれて先制を許します。さらに前半31分にも追加点を奪われリードを広げられてしまいます。しかし前半36分、クリアボールに青木が競り勝つと梶谷が藤山へとつなぎカウンター攻撃。3人対2人の有利な形となり、藤山から青木へとつなぎ最後は梶谷。今シーズンフォワード登録されている選手では初ゴールを挙げ1点差に迫ります。前半アディショナルタイム、フリーキックからゴールを許し長崎にリードを広げられると、その直後にもカウンターから失点。前半だけで大量4点を奪われてしまいます。後半ブラウブリッツはたびたび長崎ゴールを脅かし、後半42分に途中出場の庭が1点を返しますが、前半の4失点が重く敗れました。執念は悔しさからにじみ出てくるものと思います。日常を大切に、さらに強い選手チームを目指したいと思います。反省と検証を繰り返して強みを出せたかどうか、まず自分にも責任があると思います。意志の力は秋田の強みでもありますので、それを最初から出せるように顔を洗って出直したいと思います。悔しい大量失点での敗戦となりましたが、この後行われるホームゲームで全力で声援を送って秋田一体で巻き返しましょう。その試合前の楽しみといえばスタジアムグルメです。今日から始まるゴールデンウィーク、この連休中ブラウブリッツ秋田は今日ファジアーノ岡山と、来月7日には栃木 SC とホームソユースタジアムで戦います。スタジアムには鯉のぼりが泳いだり、白バイやパトカー、自衛隊車など働く車が大集合したりして、子どもたちが楽しめるイベント盛りだくさんです。美味しそう。そして子どもたちだけではなく大人も楽しみたいのがスタジアムグルメ。ブラウブリッツ秋田のホームゲームではキッチンカーや屋台がずらり。スタジアム正面の BB 横丁だけでも20以上のグルメが並びます。私もスタジアムグルメをいただきます。応援牛飯を一つお願いします。はい、お願いします。商品になります。はい、ありがとうございます。はい、私が買ったのは関根屋の人気商品、超応援牛飯です。うん、お肉が甘辛く炊かれていてすごく美味しいです。柔らかくて口の中でほろほろとほどけていきます。しっかりと味がついているので、これご飯何杯でも食べられちゃいそうです。おいしい。関根屋では対戦チームのご当地名物などが入ったお弁当も販売しています。この日は大宮との対戦だったので、豚の頭肉を焼いて辛みの効いた味噌だれをつけて食べる埼玉県東松山市の焼き鳥弁当でした。今日の岡山戦ではタコ飯が食べられますよ。またお弁当一つにつき選手カードが1枚もらえます。梶谷選手です。全選手コンプリートを目指しましょう。
食事の後は甘いものも。秋田名物ババヘラもスタジアムではいつもと違う味が楽しめます。ブラウブリッツ秋田のチームカラー、青色のババヘラ、ソーダ&ミルク味です。はい、ありがとうございます。はい、お口の中が一気にさっぱりとします。甘くて美味しいです。そして去年は完売、さつまいもと栗の絶品スイートポテト芋栗沙太郎が今日福島からスポット出店します。スタジアムグルメは観客席でも食べることができるので片手で食べられるものも多く売られています。スタジアムグルメは午前11時半にオープン、キックオフは2時ですが、試合の前にお腹もしっかり満たしてから応援しましょう。いやー、中島さんの食べっぷり見事でしたね。見てる私もお腹が空いてきます。続いてはかつて日本のゴールを守りベスト4に貢献した選手が今秋田で子どもたちにサッカーを教えています。秋田市のクラブでコーチを務める加藤孝夫さん、世界の舞台で戦った経験があります。もう一つのワールドカップとして、まあ、試合に出させてもらって他の国と、戦ってきました。初めての海外で不安もありますが、いろいろな国の選手と試合をすることがとても楽しみです。知的障害者によるサッカーの世界選手権、もう一つのワールドカップ、オリンピック直後にパラリンピックがあるように FIFA ワールドカップが開催される年に同じ開催国で大会が行われています。この世界一をかけた大会に加藤さんは日本代表のゴールキーパーとして出場していたのです。みんなから信頼されるような勇気あふれるプレーをしていきたいなと思っています。幼稚園でサッカーを始めた加藤さんは兄の練習相手としてシュートを受けていたことが後にゴールキーパーを志願するきっかけとなりました。得点力アップのため他のポジションも経験、チームメイトからも厚い信頼を受けていた加藤さんは2002年日韓共催ワールドカップの後に放送されたテレビ番組を見て夢を膨らませます。2002年の時にそのもう一つのワールドカップがあるっていうことを知って、それでまあいろいろこうサッカー協会の方から通してもらったりして、代表になるため一から情報を集め、紹介された関東のトレーニングセンターに通い日本の守護神の座をつかんだ加藤さんはドイツ、南アフリカ、ブラジルと3大会連続で出場し、2014年のブラジル大会ではチームのベスト4に大きく貢献しました。最初手からやってもいいから、ね、回転少しかけて、ね、足を出すだけ、ね、あれかっこよ、相手足出して、ね、弾んだら足をちょんちょんってやっていく、ね、出したら、ね、弾むから、ね、足ちゃんとついてこうやって、ね、あれからすぐまたリフティング。今は小学生を指導する加藤さん、世界を舞台に培った経験を子どもたちに教えます。こういう練習、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 こうすっ、まず楽しみながら、ね、小学生と楽しみながら、ね、サッカーが好きになってもらえることをこう一生懸命こう大事にしてこう指導してます。今の子はやっぱすぐ飲み込みが早かったり、いや昔よりこう足元がやっぱリフティングだったりドリブルだったりそういうのがすごい上手いなっていうのを感じますね。大舞台で夢を持つ大切さを実感した加藤さん、自分の好きなことをやっていてこう目標とする夢ができたっていうことですかね。子どもたちはやっぱり J リーガーとかやっぱ、こういう高校に行きたいっていうのをこう目標とする何かを持ってこうやっていってほしいなって思います。
世界の舞台を経験した加藤さんは、子どもたちと一緒に成長したいと毎日の練習に取り組んでいます。ブラブリッツ秋田対ファジアーノ岡山は秋田市のソユースタジアムで今日午後2時キックオフ。試合前もイベントが盛りだくさん。正午からは阿部海斗選手と諸岡大人選手のサイン会が開かれます。 BB パークステージでは午後0時20分から山鳩太鼓の迫力あるパフォーマンスが。その後はビートファイターエースが登場。スタジアムには家族で楽しめるイベントがたくさんあります。イベントを楽しんだ後は一体となった声援で選手たちを後押ししましょう。頑張れブラブリッツ。キックオフ秋田、また来週。